吉宗評判記暴れん坊将軍。77万石薩摩藩藩主島津中将忠重公が江戸に参勤した。息女鶴姫と水戸家の三男坊との婚儀もようやく相整い、その報告も兼ねての江戸入りであった。それはめでたい。これで遠い鹿児島もますます徳川家に近くなるわけだ。何分ともによろしく。笑い事ではございません。そりゃ島津様は一二を争うほどの国主大名でいらっしゃいます。しかしあの態度は何ですか上様。こうですぞ。こう権勢を鼻にかけ、いざとなればお上に弓を引くも辞さぬという腹の内があの顔に露骨に現れているではございませぬか。じい、島津家はもともと徳川家と関わりなく栄えた大名で、財も豊かだ。いささか図が高いのも当たり前であろう。つまらぬ噂で滅多なことは言うな。しかし…ああ、疲れた。湯に入るぞ。ごゆっくりどうぞ。上様、乱暴はやめんか。なんだてめえは。行くんだよ。大丈夫か。はい、ありがとうございました。おかげで助かりました。さあ家まで送ろう。はい。世の中どうかなってんじゃないですかね、ねえ新さん。うん。しかしその人は頭の知り合いだったとは、いや驚いたな。世間は狭いもんだな。全くその通りで、いやね、丹波屋さんには随分世話になったんですよ。いやお町なんかね、ちっちゃい頃はあの丹七さんとよく遊んだもんですよ。そうなんです。丹七さんと柳橋の芸者に出てるお虎さん、それに私大の仲良しだったんです。ねえ。ん。ああ、そうだね。おまっちゃんが急にお父さんのことなんか言い出すから、若旦那もじもじなさるじゃないか。いいんですよ、照れなくたって。若旦那とお父さんの熱い仲はみんな知ってるんだから。いえ、ありがとうございました。おかげで痛みも引きましたので失礼いたします。ありがとうございました。お礼はまた改めて失礼いたします。若旦那、あ、今かごを呼びますから。何かありそうだな、あの男。え、
と殴られたってのは何か訳あるんですか。気立てのいいできた人なんですがね。丹七、その傷は転んでこしらえたようなもんではあるまい。それもおそらく伊集院様がお前憎さのために人を使って。違いますよ、とっつぁん。本当に石段で転んだんでございます。ですからどうぞそんなご心配なく。分かっています。伊集院様は薩摩藩江戸屋敷お留守居役。薩摩様のおかげで大きくなったこの丹波屋にとっては何があっても逆らうことのできぬお方じゃ。たとえじゃ、たとえお前が末を誓ったおとわに無体な横恋慕をなされてもじゃ。大七、お前の気持ちはよくわかる、よくわかる。こればっかりは私はどうすることもできないんだ。ここは何にも言わず鶴姫様お越し入れのお支度に身を入れておくれな。はい。若旦那、何だい彦兵衛。ただいま柳橋の音羽さんが見えまして。音羽が、これを置いてすぐに。音羽のことはどうかお忘れくださいませ。たとえ音羽の身がどうなりましょうと、決して悲しまないでくださいまし。悲しみは音羽一人の分だけで申せを生きれます。お許しくださいませ。音羽、大七さん、薩摩の重役が、あの二人を引き裂こうと。はい。義理に責められて、逆らえないのを承知の上で、いじめにかかっているようでございます。噂に聞きましたところでは、何やら女をいたぶるのがお好きな方とか。うん？あ、いかん。あの女知る気だ。待て、やめんか。待て、またか。死んではいかん。死なせて、死なせてください。死んではいかんのだ。訳を話してくれとは言わん。俺はたまたま丹波屋の若旦那を知っている。俺は徳田新之助というおせっかい焼きでな。どうだろう、何も言わずにその命しばらくこの俺に預けてくれんか。
大木三郎太夫康綱。これは伊集院様、まことに見事なお刀でございますな。お前たちにもそれぐらいはわかるか。丹七。はい。すでに頼んだお輿入れの品々のほかに、この名刀や綱、白鞘入れ直し、中身吹き立て、やはり10日までに仕上げてもらいたい。姫が水戸様へお土産としてお持ちになるのだ。はい。無理なら断ってもよいのだぞ、丹七。代わりの店はいくらでもあるのでな。伊集院様。滅相もございません。必ず必ず期日までに全てお整えいたしますでございます。うん。さてこれで用件は終わった。くつろぐといたすか。それでは私どもはこれでお預かりしましたお刀に万一のことがございましては、まあ良いではないか。せっかくの柳橋じゃ。おとわでございます。ああ。来たか、おとわ。さあこちらへ来い、こちらへ。遠慮はいらぬ、もそっと近寄れ。ええ、寄れと申すに。はい。どうじゃ、おとわ。わしに見受けされる気分は、うん、嬉しいか。それともどこの誰かは知らぬが、惚れた男のことがまだ忘れられぬのか。伊集院様。貴様、芸者の分際でこの伊集院ってのもに恥をかかす気か。お許しくださいませ。決してそのような。ほう、そうか。では金で買われるからとてわしを笑い者にする気はないと申すのだな。はい、決して。ならば裸になれ。今そこで裸踊りをしてみせろと言っているのだ。どうした、わしの所望だ。嫌だと申すのか。伊集院様。それ何をしとる。柳橋一の音羽姉さんの裸踊り、後々までの語り草じゃ。それそれそれ。さあどうした、音羽。早よ踊ってみせ。おとわさん、ちょいとそこのお侍さん、女の裸が見たけりゃ三助にでもおなんなさいな。ちょんまげつけて大小を刺して、この柳橋のお座敷でそんなご宅を並べたんじゃ、羽織のご紋が泣きますよ。何、貴様、芸者の分際で何たる雑言。そのままにはすとおかぬ。それ直れ。何やつというほどのものではない。ただの通りすがりのものだ。しかし同じ大小を指す者として申し上げる。芸者が色を売るのはお上の禁ずるところ。ここは下手に騒ぎ立てぬ方が身のためではないのかな。いや、はい。若旦那、さあお見送りを。さあさ、若旦那、さあ。おとわさん、
私の胸の内の団七さんが憎いんです。でも心の中まで思い通りにしたいとおっしゃった。そんなことできません。金で心は買えないんだ音は。俺はただの風来坊だが、お上にも心ある者はおる。いいか、決して諦めるんではないぞ。預かりしたお刀を。はい、本当か太七、申し訳ございません。旦那様、お父さん、お父さん、旦那様、お父さん、旦那様、お父さん、引き込め、早く医者。はい、お父さん、近づいてください。お父さん、探すのじゃ、お刀を探すのじゃ。お父さん、お父さん。越前、薩摩藩には昔から門中所という独自の吟味所があり、藩内の者はすべてそこで裁くと聞くが、それはまことか。は、さようにございます。御三家各藩いずれも藩内に不埒な所業の者あるときは、お上のご情報によって裁かれるのは言うまでもありません。しかし薩摩藩のみはその掟に従わず、奉行所並びに評定所への藩士引き渡しを一切拒み続けております。それだ。は、どうやらその薩摩藩と一戦交えることになりそうだぞ越前。上様、しかもその厄介事がどのような形で奉行所に持ち込まれるのか、世にも見当がつかん。急ぎ奉行所に立ち戻り、目を光らせてくれ。は。どうしたじい、風邪か。いや、むしゃぶるいにござりまする。血湧き肉踊るとはまさしくこのことでございまするな。いや、それにいたしましても、薩摩絡みのその一件というのは一体。上様、若旦那。あ、おかみさん。この度は急なことで。しっかりしてね。丹波屋さんを背負って立つのは太七さんなんですもの。はい。丹波屋太七はお前か。はい。薩摩藩留守居役伊集院頼母様より、その方に預けておいた名刀宝器や砂が盗まれたとの届け出があった。何ですって。そんな大事なお刀を。ひどい人がいるもんね。悪いことは重なるって言うけど、
それにしてもどうしてそんな。監視並びに番頭を引込め、役下によって取り調べる。お待ちください、お待ちください。おい、お待ちください。大使さんは刀を盗まれた人なんですよ。その大使さんがどうしてお調べを受けるんですか。これも薩摩藩からの申し出だ。監視、お前の部屋を改める。来い。あ、この刀こそ奪われました宝器三郎太夫安綱でございます。誰か何を言ってるか。何を言ってるか。お待ちください。大使さんの刀を盗んだなんて、それは何かの間違いですよ。お姉ちゃん、やめて。あのお姉ちゃん、お父さんよ。お父、おとわ、信じておくれ。私は盗みなどしない。すべてお前だけでも、お前だけでも信じておくれ。な、歩け。おとわ、おとわ、信じておくれ。おとわ。なんですってよ。新さん、あの志摩さんのところのあのお留守居役が音羽さんに横連盟したって。 そんで、うん、その刀を探七の部屋に隠したのも九分九人伊集院の差し金だろう。え、やろう、ふざけやがって。もしこの野郎を捕まえてやるのをすまきにして火つけて粉々にしてやらなきゃ、俺はどうも腹の虫を恐れるんでしょう。ほら、どけるな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 。落ち着けよ、落ち着けって。めこれも落ち着いていられますかってんだよ。ほっといたらね、探したは膝なんだよ。冗談じゃないよ。ってね、あんな悪い奴らがね、威張って生きてる世の中なんてのは俺には見れんのかねえよ。虫食いだってめえ、拷問だって構えしねえ。わしら、新さん、すまねえ、俺ついかかってしまったんだよ。勘弁してくれ。お前たちもすまねえな。まあ、座れ。新さん、気悪くすんなよ。俺本当にかかってしまったんだからよ。なって当たり前だ。気持ちは俺だと同じだ。そう来なくちゃいけねえよ。新さん、あれ、ちょっと、ああいう悪い奴らをやっつけるやね。これはこっちだってまともにやってらんねえよ。あの、そうなると、このなんかいい知恵はねえもんすかね。まだしらを切るか、大使。ならず者に金子を与えて刀を盗ませ、自分の部屋の押し入れの中に隠したのであろう。いえ、違います。この私は何も知りません。お役人様、申し上げます。お役人様、お刀を盗まれて困るのはこの私でございます。たとえ千両万両の値打ち物でございましょうとも、お棚が潰れては元も子もないではございませんか。どうしてそんな愚かな真似をこの私が。若旦那、刀を取られて困るのは若旦那だけじゃございませんよ。伊集院様とて同じこと。何が言いたい。彦兵衛、かまわん、申せ。はい。実はあの刀を奪われました折、若旦那があのならず者の一人にもっと本気で殴れと小声でささやかれたのを私は聞いてしまったんでございます。彦兵衛、お前真似がどうしてこんなことを。控えろ、控え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 、探し。これには訳があるんでございますよ、与力様。若旦那は惚れた芸者が伊集院様に見受けされると知ってひどく伊集院様を恨んでおりました。はい。
いつぞやも町でならず者に殴られたのを、それも伊集院様の差し金だなどととんでもないことを言い出す始末でございまして。嘘だ、嘘でございます。あの男を頼む。は、これで大丈夫でございます。探七は死罪間違いございません。奴の首が離れた時の音羽の顔が早う見たいものじゃ。それもこれもお前の働きのおかげ。心配いたすな。丹波屋はお取り潰しにならずに、お前がのれんを告げるようにきっと取り計らってやる。やはりそうか。越前、これで全ては明らかだ。直ちに探七の身柄を解き放してくれ。伊集院一派を評定所へ呼び出してその正体を。上様。そうか、相手は薩摩藩。門中城を盾に伊集院の評定所裁きに応ずるはずはないな。まして証拠は盗み聞いた話だけでございます。おそらく薩摩藩はお取り調べ一ついたしますまい。しかし、しかし越前、これで伊集院が裁けぬとあってはこの世の法はないも同じ。何の罪もない探七を問わに死ねというのも同じではないか。上様、音羽が丹波屋の寮に招かれました。刻限は明日八つ時。表向きは彦兵衛の招きですが、裏に伊集院がいるのは明らか。もはや一刻の猶予も。罠には罠、策には策であろう越前。どのような奇襲奇策でも。そういえば辰五郎が妙な話をしていたぞ。ほ、あの探七が刀を奪われたところに立っている石地蔵だが、その石地蔵、通りすがりの金持ちから金を巻き上げたり、盗んだ品物を抱えて一休みしている泥棒から金品を巻き上げたりして、キツネかタヌキが化けているというもっぱらの噂だそうだ。キツネかタヌキ。うん。なるほど、それは面白うございますな。そう固くならずにこっち来て座れ。探七さんのことはもうきれいさっぱり忘れることだ。打ち首になる人のことを思っていたって仕方のないことだからね。さ、そろそろ伊集院様がお見えになる。邪魔な私はこの辺で退散するよ。いいね。
自首する気のようだが、音はまだ分からんのか。お前が死んで丹七が喜ぶとでも思うのか。でも私にできることはもうこれしか。そんなことはない。音は丹七は間もなくおとき放ちになるぞ。ほらみんな来た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 来てくれ。天下の名刀ほうき刀を盗んだ大泥棒はこのお地蔵様だよ。このお地蔵様が泥棒だって。なに、なんでるような顔しやがって。俺たちが証人だぜ。いやいや、この目ではっきりと見たんだ。おお、その辺だ、その辺だよ。懐のものが盗まれるぜ。おい、逃げろ、待て。なんだこれは。この地蔵ですかい。天下の大泥棒ですか。ご苦労さん、釣りはいいよ。聞こえ、名刀やすな、盗みの一件で不審あり。だってその方を召しとる。え、一体私が何をしたというんです。うるさい、さらさらでするんだ。何を、何か反省。頼もう。気の毒だが音羽はおらんぞ。貴様、音羽をどこへやった。俺がもらい受けた。いずれ丹七と晴れて夫婦にするために。このならず者が何を企んでいるのか知らぬが、わしを揺する気ならやめることだな。おい、この者を捕らえろ。何事じゃ。南町奉行大岡越前、何をちまやったか。宝器安綱を盗んだ下手人として彦兵衛と石地蔵をお縄にいたしました。彦兵衛と石地蔵。彦兵衛、その方名刀安綱を奪ったのは丹七と申したな。はい。ならばその刀をよく見るがよい。
これはどうした彦兵衛。名がございません。お奉行様、これは宝器安綱ではないのだな。はい、そうであろう。太七の部屋にて見出されたその刀が宝器安綱でない限りは太七に盗みの罪はない。待たれよお奉行。そちらの刀を持て。どうだ彦兵衛、その刀は。これこそ本物の宝器安綱でございます。そこに置かれてあるタバコ入れは。これは私のタバコ入れで。もはや逃れようがないぞ彦兵衛。刀を盗んだ下手人はその方だ。その地蔵、まさに噂通り狐か狸の化身と見えるが、地蔵尊に化けた心根をそのままに世の悪人盗人を懲らしめ、その金品を巻き上げるのを己が務めと心得ていたに相違ない。彦兵衛、その方この地蔵尊に刀を奪われ慌てふためき、何の罪もなき太七を下手人に仕立て上げ、己が罪を逃れんといたしたであろう。その罪憎みてもあまりあり。よって打ち首獄門を押し付ける。え、お奉行様、そんな馬鹿げたお裁きがどこにございますか。石地蔵が刀を奪ったなどと。そんな、あまり彦兵衛、たとえ懲り妖怪の疑いありとは申せ、この地蔵尊には悪を憎み世を正さんとする心がある。その心はまさしく仏の道に通ずるまことの地蔵尊だ。その方、かかる尊き地蔵尊に唾する心か。いやあ、こいつは知らなかった。おいらてっきりあのお地蔵が盗んだんだと思ったが。ありがてえこった、偽の刀で太七さんを罪に落としたあの野郎こそが盗みの張本人。そいつをお奉行様に知らそうとして刀を抱いていらしたんですね。いや、ありがとう。冗談じゃない。そんなことで打ち首になどされてたまるもんか。加藤様、お助けくださいまし。私はあなたのおっしゃる通りにやっただけではありませんか。薩摩様のご意向で何卒お助けください。何を申す乱心者が。もはや聞くに耐える。帰らせていただく。待て、薩摩藩用人加藤貞雄。彦兵衛を操っていた誠の下手人はただいまの彦兵衛の申し状によりその方と知れた。召し取れ。あ、もう。ええ、話せ。拙者は薩摩藩の家臣だぞ。お奉行、気でも触れられたか。我が藩の者には一切手出し無用というご情報お忘れか。待って、さようなご情報聞いたこともない。我が藩は決して黙ってはおりませんぞ。必ずやそれがしを引き取りに参りますぞ。その時になってこれすらかぐな。誰げろ。悪いが、悪党は牢にぶち込むことこそ天下の情報。薩摩藩から何を言ってきても耳を貸せないぞ。誰が来ようと追い返せ。知ったでいい。島津77万石の国主を迎おるに、水の向こうからお声のみと。突然のお尋ねゆえ、まずそのお気持ちを伺いたい。それがしきたりだ。しきたりを破ったのはそちらでござろう。ほう、おとぼけ召されるな。過日当藩の家宝宝器三郎太夫安綱が盗難に遭い、南町奉行大岡越前その詮議にかかりしところ、何をちまようてか、当藩用人加藤貞雄を召し取り、小伝馬町上がり屋に受領せしめたること、
すでにお聞き及びのはず。いかにも。久保殿、当藩には門中所なる吟味所があり、常に藩内のことはそこにて処理いたす取り決めでござる。さて、その取り決めはいつ、どこで、誰が取り決めたのかな。さようなことは世の預かり知らぬこと。島津家始まって以来のしきたりでござる。さして根拠のないしきたりは世の乱れのもととなる。なんと。よって今からそのしきたりは取りやめといたしたい。武勇とどろく薩摩隼人とて卑劣感もいよう。それが一人幕府の情報に従わぬとあっては不公平のそしりを免れ。いや、お断りいたす。当藩には卑劣感などはおらん。立ってそのしきたりをお破りになるなら、当藩の一族老頭を引き連れ直ちに薩摩へ帰還いたす。参勤の義務今後一切お断りいたすゆえ、さよう心得ていただきたい。待たれよ中将殿。薩摩藩には一人の卑劣感もいないとの中将殿の言、しかと受けたまわった。その言に偽りなければ世も潔く頭を下げよう。しかし万一偽りあらば、今後はその方も徳川の情報に従っていただく。ご依存ないか。申すまでもなきこと。伊集院、表を上げい。伊集院、この方も薩摩隼人の端くれならば恥を知れ。伊集院、その方。伊集院、待て待て。あの者および用人加藤貞太夫の罪は大岡越前の調べにて明らか。必要ならばその調べ書を取り寄せるが。いや、今の伊集院の様子にて全ては明らか。己が非は非として認めまする。公務久保殿の政には微力ながらお力添えをさせていただく所存にござる。この日以後、薩摩藩のみの門中所制度は取りやめとなり、伊集院頼母はその日のうちに切腹して果てた。半七と音羽はめでたく祝言を挙げ、末永く幸せに暮らしたという。そして大岡越前に縄をかけられたこの地蔵は縛られ地蔵と今も呼ばれ、広く人々に信仰されている。しないさ。
けて黙るか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。俺だ、三沢村の万作だ。おい源太、逃げるつもりか。おめえもしつこいやつだな。とっとと逃げろ。あら、確かに源太だ。間違えるはずだね。大官と源太が。はあ、その大官が今の勘定吟味役の浅井です。江戸一番の乱れ打ちにご期待ください。